どうした伊沢くん。いや暑くて。何をやっているんだい。まあ、夏じゃないですか。はい。まあ、ちょっとこれ今太陽隠れちゃってるんですけど、まあ、ちょっとでも焼こうかなと思って。なの太陽の力感じてます。あれどうしたんですか。太陽どこだ。太陽いないです。何どうしたんですか今日は。今日はですね、はい。今日は何で回されてるんですかこれ。ちょっと伊沢くんと一緒にタピオカの飲み比べをしてみようかなって。いいじゃないですかタピオカの飲み比べ。僕タピオカ大好きなんで。ちょっとこの原宿界隈にはタピオカ屋さんが ねめちゃめちゃタピオカ最近流行ってて、いろんなところにあるじゃないですか。はい。まあ見るんですよ。で、ね、通るんですけど、まあ、僕もタピオカ好きなんで。はい。めちゃめちゃ混んでるじゃないですか。そうね。果たしてその混んでるタピオカ屋さんと空いてるタピオカ屋さんの違いってあるのかなみたいな。はい。意外と実はその混んでるから並ぶみたいな、その人間心理みたいなのあるんじゃないかなと思いまして。はい。まあ今日はちょっと飲み比べ、はい、タピオカの飲み比べしちゃおうかなと。ちなみに何店舗ぐらい。どうだろう、 4,5 店舗、4店舗、5店舗ぐらいですかね。まあそんな食べてもね、飲んでもタプタプになっちゃうんで。そうね。はい。まあ、とりあえずそんぐらい、4店舗かな、OK、ぐらい行っちゃいましょう。行きましょう。ここが珍珠堂。なんかね、多分インスタライブかなんかでも紹介したけど、ここはすっげー美味しかったな。でもね、ご覧の通り見てください、全然並んでない。これ並んでる量と味の美味しさはもしかしたら比例はしないのかもしれないね。これもなんか並んでる。これもタピオカ。そう。おお。ここもタピオカや。ここもタピオカ。タピオカストリート。ここもタピオカや。すごいね。めちゃめちゃ並んでるよ。もうこのさあ通りさ、タピオカストリートっていう名前にしても良さそうなぐらいタピオカ。これもっすか。セイロンミルクティー、これを一つ。あ、お願いします。普通で氷なし。ここと、あとすぐ目の前っていうか斜め前にあるさ、あの抹茶屋さん。はいはい。8円。ゆくん8円。はい。抹茶に置いてあるタピオカ、抹茶タピオカ、はい、これは美味しい。あとはただまあそもそもが違いますからね。そう、ミルクティーと抹茶ですから。はい。どうですか伊沢くん。愛も変わらずうまいんじゃ。っていうかね、タピオカ熱々なんですよこれ。熱々だね。ね。これいいですよね。冷たいミルクティーに。伊沢くん、はい、どうですか珍珠堂は。珍珠堂ね、まあ、これもともと飲んでますから、うん、よく知ってるんですけれども、はい、味、甘さは普通。はい。で氷普通、はい、ね、一番スタンダードなミルクティー、はい、だからこれから他のお店も全部その、スタンダードなやつでいきます。ミルクティーと甘さ普通、はい、氷普通、はい、公平なようにね。なるほど。あ、うまいよね、安定して。で、うん、他のね、こう今タピオカ含みすぎて大変なことになってますけど、はい、めちゃめちゃタピオカの量が多いんですよ。多いよね、珍珠堂。大体ね、珍珠堂この辺まで入れるから、うん、すっげー多いの。だからちょっとするとバババババって入ってくるんですけど、はいはい、それがいいですね、タピオカ好きには。まだ飲んでますけど、ちょっと次の店舗、同じ条件のやつを買いますから。了解。どこが果たして我々の好みなのか。まあ、あくまでこれは僕の感想ですから、みんなの好みはもちろんあると思いますけど、はい、ということで次行こうぜ。どうしたの伊沢くん。お腹いっぱいなんですけど。
え、ちょっと待って、まだこんなに入ってるよ。もうお腹いっぱいなの？ちょっとご飯食べてきて。お腹いっぱい。味比べする？4つ。もう限界なんですか？近っ。いや、いける。いける？いける。ちょっとタピオカ落とすわ。そうね、ちょっと、はい、調整して。タピオカ落とした。あ、落とした。あ、いける。いける？はい、いきましょう。オッケー。これから2回目、はい、ここもね、ゴンチャですけど、あっちとあっち、なんか2店舗ありますね、近くに。で、ここ、まあ、ゴンチャ飲んだことあるんで、こっちのジアレ。ジアレ、はい、行ったことないんで、ここは。ここはいつも並んでるよね。そうそう、いつも並んでるの。多分、タピオカ界では一番並んでますんじゃないですか、これ。並んでるんじゃないですか、ここ。だからちょっと、行ってみましょうよ。OK。はい、行きましょう。並んでる時からいい匂いします。プンプンするね。ね、いい匂いする。なんか、いいこと書いてある。なんで、お茶に恋をする美しい生活。お茶に恋してます、すでに。僕は幼少期からあんまカルピスとかコーラとかそういうの飲まされて育ってきてないんで、お茶か水、もうその時点で恋をしてるも同然です。何を言ってるんだろう。あとちょっとっすね。あとちょっと。だから公平に味の、まあ、味比べっていうかね、飲み比べをするために全く同じものを頼みます。なるほど。さっき気づいたことがあります。はい。この頼む、飲み物の条件は公平ですよ。甘さ、普通とか。僕のお腹がもうね、公平じゃなくなってる。大丈夫かな、これ。量あったんだよ。そう、珍珠はね、めっちゃ量多いんですよ。本当に多いのよね、粒粒が大きい。さらに粒粒も多いし、このサイズもね。そうね、割と大きいじゃないですか。 M サイズなのに N みたいな大きさしてるもんね。アメリカかっつってね。じゃあ一回切りますよ。 OK です。やばい、大事なところ。ありがとうございます。伊沢くん、あ、うん、ジアレイはどうですか。さっきの陳述状に比べるとね、うん、タピオカの大きさが全然ちっちゃいですね。あ、そうなんだ。ただ、うん、まあ、必ずしも大きい方が好きっていう人もいるわけじゃないと思うんで。そうね、ちっちゃくて飲みやすいっていう人もいると思うから、これはこれで美味しいです。なるほど。で、このミルクティーの、うん、飲んだ後ミルクティーがなんかこう鼻から抜ける感じがありました。香る。まあでもね、さっき冒頭にも言ったんですけど、はい、やっぱ結局好みになっちゃうんで。そうね、僕はちょっとやっぱ粒が大きくて、うん、出来たてのタピオカ、あったかいの、はい、あったかいタピオカに冷たいミルクティーを一緒に飲むっていうこのバランスがやっぱすごいいいなと思うんで。なるほど。じゃあゆうきくんが好きなのは、まあ、珍珠堂。なるほど、うん、まあでも飲みやすいですよ結局、うん、サイズ感もなんかいいもんね。サイズ感もいい。じゃあこの後はどうします。え、この後どうします。この後ですか。はい、この後ね、最初の予定ではあと2店舗回るって言ってました、はい、そうだね言ってました、2個飲んでます、はい、無理。あれ、もう2個目、あと2個はちょっと無理っすね。まだ1個飲み干してない、これぐらいないです。だけど、はい、もうお腹がもうギブアップしてるんですよね。なんで、はい、これ急遽予定を変更して4つ飲み比べるじゃなく、うん、2つ、4つから2つ、まあ、半分です。これちょっと大丈夫かな、動画として。動画としてというよりは明日撮影があるんで、本業としてまずそうな気がする。まああんま無理はしない方がいいね。はい、これはそうですね。だから例えば今は2つやったじゃないですか、はい、また次の機会に。そうだね、ちょっと違うとこ行ってみたいなと思います、はい、これももうあげます、視聴者にプレゼント。あ、視聴者さん、視聴者プレゼントなんで、これ多分届くと思います。じゃあそういうことみたいなんで、はい、これ視聴者プレゼントするんで、伊沢くんが飲んだやつ欲しい方は
こちらまで。こちらまでお願いします。こちらまで。はい、ということで、でも、はい、結局僕の中では、うん、鎮守の方が、うん、美味しい。この原宿のタピオカストリート、はい、ここ入ってたところね、はい、たくさんある界隈で、はい、やっぱこう生き残ってほしい。なるほど。のは鎮守堂かなって感じです。了解です。なんでこれを見たあのファンの方たちも、はい、あのぜひぜひ飲み比べしてください、はい、僕がおすすめしてる鎮守堂はどういう味なのか、はい、逆におすすめあれば教えていただければ、はい、よろしいです。じゃあということでありがとうございました。さようなら。